おはようございます。2021年4月8日の配信です。昨日4月7日に韓国の首都ソウル市と韓国第二の都市釜山市、この2つの都市で、市長選挙がありました。市長選挙の結果は野党候補者の圧勝という形で終わり、与党は惨敗を喫したというような状態になっております。韓国はですね、来年3月に大統領選挙を控えており、任期最終盤に差し掛かったムン・ジェイン、大統領、こちらの求心力が、低下するっていうことについてはですね、これはもはや不可避な情勢となってきました。韓国では、歴代大統領の最終盤、任期最終盤になるとですね、人気が低下してくる、求心力が下がってくるというような現象、こういったものが繰り返されてきております。で、その下がったタイミングで何をするかというとですね、やはり、韓国から日本へ、ちょっと厳しい態度を取ることによって力強い、政治指導力を発揮するみたいな、こういった対応をする、政権が過去ありました。特に今北朝鮮の問題も難しい情勢、また中国との関係どういうふうにしていくのか、韓国国際政治においての立ち位置、非常に難しい局面に立っております。その中で日本、韓国、アメリカの日米韓の3カ国の連携、これを高めていかなければいけないというような方針が出ているんですが、その中でムン・ジェイン政権、国内情勢を踏まえてどういった対応が出るのか、注目すべき事象だなと思っております。